皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日は激辛マックス、ということでね、ペヤングの新商品、もういや激辛の上の上をいったあのマックスエンドということで、これを食べてみたいと思います。じゃあ早速ちょっとね、麺を開けながらね、どんな感じ、麺を開けるって何、まぁ、ちょっと開けさせてみてもらうみたいな感じで、うん、オッケー。もう絶対辛いんやろなって思いつつ、最近はでももう辛いのが慣れてきて、辛いのいけますけどみたいな感じで、あ、なるほど、麺とかは全然普通やけど、こんな感じでね、ソースが多分辛そうな感じなんですね。まあ早速ね、これを作ってみたいと思います。それでは、はい、あ、違う、できるんやった早速これを開けて激辛を入れていきたいと思います。じゃあちょっと準備いたします。それでは激辛ソースをいきます。イエーイ。なんか黒のさ、この入れ物やったから結構赤い系なんかあったのと、全然美味しそうやねんけど。はい、これでほら、もっと赤いさ、こうやべーみたいな感じかなと思ったら、そこでもないな。いやでも辛いものシリーズ嬉しいな、ちょっと食べたかってんな、久しぶりに。よし、 OK です。早速食べたいと思います。それでは久しぶりのペヤング、いただきます。そんなに辛いんかな。うん、これは辛いぞ。嘘ついてまた。ちょっと演技ですか。やばい、いや、これやばいです、久しぶりに。え、これやばい、めっちゃ辛い。うん、こだんだん感覚がわからなくなってて、自分が食べれてるんか食べれてないかわからへん。涙出てますよ。え、やばいです、ちょっとだけ食べてみて。これはでも激辛を行き過ぎて激辛のレベルを超えた。うん、でもやばい、やばいけど食べれるかもしれない。いやでも見て、ほんまに涙出るぐらい、ほんまにやばいけど、鼻水できてるんかな。え、やばいかも。あ、あ、あ、ほんまにやばい。一周したんです。ありがとうございます。あ、出てなかった。あ、出てなかった。え、なんかお肉ないんやな今回は。ええねん、そんな。あ、うん、やばい。でも今回はこの激辛を全部食べきったんねんっていうぐらいの勢いで、お肉あったわ、来たけど、結構な、ほら泣いてるじゃん。 やばいですこれ。過去最高ですか。いや、ではないですね。はい、でもなんかペヤングの中では、はい、でも美味しくない辛さではないです。うん、なんかなんて言うやろ、辛いのってまずい辛さと美味しい辛さがあって、やばい、ちょっと食べます。食べるわけないから。辛いの食べます。ほんまに多分ちょっとの方がいいかもしれないです。そんな分かってて。でも、あの出汁がついてるから美味しいと思います。でもほんまにちょっとやばいです。やばいでしょ、やばいんですよこれ。辛っ、痛いですね、これも。やば、食べ方が綺麗とか食べ方が汚いとかマジ言ってられへんぐらいの辛さ。なんか食べ進めてたら、あっくっ、涙ー、涙流れてるじゃないですか。やばい、これみんな食べきってるんですか。他の動画まだ見てないです。すごっ、え、これすごい、これほんまにすごい、やばい、痛い、これほんまにやばいと思う。このペヤングで使ったティッシュの量やばい、見て、こんなにも食べてんで。ということで、これはちょっと麺を変えて違う料理にして、
スタッフさんに食べてもらおうと思います。スタッフさんにぜひこうテロップでスタッフが美味しくいただきましたので、やっぱスタッフさんの役目だと思うんで、こういうのはで、ぜひもうこれはほんまに結構やばいやつなんで、みんなも気をつけてください。なんかジーンと残ってるけど、なやかやでなんかもう今日一日死んだっていうほどでもなく、まあでも唇とかもすごいパリパリパリじゃないな、ピリピリになるんで、これ乾燥死んでいっか、もうみんな気をつけて。じゃあバイバイ。おーっと、ここで一つ告知があります。なんとのちスタがリニューアルしてスタートしました。イエーイ。はい、まあのちスタとは YouTuber になりたい方とかインフルエンサーになりたい方とかはぜひもう誰でも応募できるので、ここでこの機会にぜひ応募して有名人になるチャンスイングタイム。そして選ばれた方はなんとウームから豪華特典もあるみたいです。それもね楽しみやな。どんなんなんかな、あんま気になんねんけど、どんな特典かはぜひ教えてください。はい、でまあ私自身もその動画を通して自分が好きなことをできるっていう楽しみやったり、まあ、メイクとか好きな人はもちろんメイクとかでそういう動画を通してファンの人に会ったりとか、あといろんな YouTuber さんとかにも会えると思うので、すごいいい機会だと思うので、のちスタぜひ応募してみてください。あと今回なんかリニューアルでゲーム要素も追加されたようで、まあ、面白いコンテンツを見たい方もぜひぜひダウンロードしてみてください。まあ、実際にあもう開いてみたりするとなんかな、めっちゃな可愛い人とかな、綺麗な人がな、すごい写真が載ってんねんな。いや可愛い可愛いとか言って、なんか写真を動画や写真を投稿してスターレベルっていうスター、このスター星のやつを集めるとスターレベルが上がって、他の参加者を応援することでフォロワーレベルが上がって、まあ、参加者みんなで楽しめるらしい。いいないいな、そういうの楽しいやん。で、その、この、え、でも、とか、え、でも、私が、とか思ってるかもしれないけど、じゃなくて、もう、誰でも参加できるから、もう、ほんま、その、あなたの一歩の踏み出す、その勇気でね、もしかしたら、あなたが、スターになれるかもしれないんで、ぜひぜひ、やってみてほしいなって思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。告知でした。バイバーイ。